体力と誠実をちょっと上げたいね。体力が上がりました。そして20日の月日が経ち、僕はまだ誰のルートにも入っていないというとてつもなく恐怖に満ち溢れております。さあ誠実を上げておこう。あれ、ちょっと誠実だよなこれ。はいはい、オッケー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 。ここからだね。なんか表情が、いや一緒か。ツークロ行きましょう。さて今日は何か来るか。だから絶対イチゴだって言ってるだろ。いい加減認めろよ。なんと言おうとメロンは譲れないわ。まったく、体だけじゃなく頭の中身まで子供なんじゃない。なんだと？もう一遍言ってみろ。何度でも言ってあげる。本当に身も心もお子様。うーん、かれこれ15分くらいこの調子だぞ。かき氷の好みの味ってだけでよくもここまで。知った？かき氷かき…かき氷のかき氷のシロップの味って全部同じらしいよこれ。いや本当かどうかは俺知らんよ。でもなんか着色料で色変えてるだけみたいな。だから雰囲気なんでしょあれ。要は目つぶって食ったら全部同じ味なんでしょ。そういうことでしょ。こんなことならララの日直の仕事手伝って一緒に帰るんだったな。それでリトさんはどっちですか？どっち？え、何が？好きな果物の話？それとも大きさの話？だからかき氷だろ。あ、かき氷の話？話聞いてたんだろ。全然聞いてなかった、ごめん。あ、いや俺は笑ってごまかさないでくださいね。これは将来に関わる一大事なのですから。そんなに珍しく意見があったな。さあどうなんだよリト。どっち選べばいいんだ。心底どうでもいいんだけど。間違いねえ。どっち？ここでレモンとか言ったら火に油を注ぐだけのような気もするな。これどうしたら。ララ来る？うわぁ、ララ、お帰りなさい。あ、ごめんね。空を飛んでいたんだけどちょっとスピード出しすぎちゃった。あ、笑い事じゃ。怪我とかしてないか？怪我とかしてないか？私は平気だよ。ミトも大丈夫だよね。わざわざ言いなすっていうね。うん、尻もちついたくらいで俺は別に。それよりなんでそんな急いでたんだよ。あ、そうだ。好感度上がんねえな。早くしないとマジカル強固の時間に間に合わなくなっちゃう。あ、ほんとだ。お邪魔じゃトレミの時間に間に合わない。というわけで先に帰るね。じゃあみんなまた後で。行っちゃうんかい。嵐のように去って行ったぞ。アニメ見たさにってほんと子供みたいだな。お前まさか姉上が突っ込んできたのが本当に事故だとか思ってないよな。え、違うのか。はあ、そうですね。どんなに急いでいたとしてもお姉様が飛行中にあのようなミスなどするわけがありませんから。じゃあなんでこんなこと。それは、あ、この話は記憶を失う前リトにも話したことあるんだけど、昔つか今でもそうだけど、私とモモってしょっちゅう喧嘩ばっかりでさ、その度に姉上は発明品で騒ぎを起こして、そんで自分が悪者になって私やモモがザスティンとかに怒られないようにしてくれてたんだ。そして私とナナは騒ぎに巻き込まれ、お姉様に矛先を向けることで喧嘩のことも忘れ、いつの間にか仲直りしてしまっている。お姉様はああ見えてよく周囲に気を配られているんです。まあそれを知ったのは本当に偶然で、しかもつい最近のことなんだけどな。だからそれ以来姉上には心配かけないよう気をつけてはいたんだけど、いやそれよりそういうわけだから姉上は決して子供なんかじゃないんだ。昔から私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。そうだったのか。わ、分かったならいいけどさ。
ようやく少しララのことを分かった気がする。闇とのことや春菜ちゃんのことやペケがララを思う気持ちもそういうことなんだ。おお、なんかいい話になってきたぞ。自分のことより周りの人間を大事にする。自分が悪者になっても構わない本当の優しさ、そして本物の強さ、きっとそれがララなんだな。なんかララルート入った気がするこれ。え、結構なんか食い込んできてるよね。なんかもうこのままエンディングに行ってしまうんじゃないかっていう感じだったね今。本当にそんな風に言った。皆さんの情報を閲覧できますよ。優しさが足りない。花屋さん行こう。今晩出るでしょララちゃん。あっと出た。もうぐんぐん出てきてる。みんなの情報？私だけを見てよ。行きましょう。お姉様はああ見えてよく周囲に気を配られているんです。姉上は決して子供なんかじゃないんだ。昔から私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。考えてみればいつだってララは俺や周りの人たちを笑わせたり和ませたり、まあ時にはトラブルにもなるけど。でもいつだってみんなのことを考えてあれこれやろうとしてくれて、おかげで助かったことだってたくさんあるよな。私の大好きなリトだって意味だよ。俺のこと本当に心から思ってくれてるみたいだけど、でもサイレンジのところに行っても気にしなかったり、闇との仲を取り持つようなことをしたり、いやそういうよくわからないとこだけ切り取って自由奔放なお子様なんだって俺が決めつけてただけかも。私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。そうだな、俺なんかよりもずっとずっと大人だ。俺はそんなララの優しさに甘えてたのかもしれない。甘えて安心しきって頼りきって、そして嫌な役回りなんかもきっとたくさんやらせてたんだろうな。情けないな。何が宇宙一頼りになるだよ。全然ダメじゃないか。少なくとも今の俺なんかじゃ本当に今のままでいいのか俺は。お、ここ結構大事な選択肢だろ。そうだ、言わなきゃ。何を告白する？そうだ、解消なんてかけらもなくてきっとみんな誤解してるだけで、そのことちゃんとララに言わなきゃ。うわー、今大事な選択だった気がする。リトのバカー。なんでそんなこと言うの？いやでも俺いつもララに甘えっぱなしで、そんな頼れるやつだなんて自覚なくて。あ、いやだからその、失礼ですが、リト殿はつまりこれ以上自分を当てにするのはやめろとそうおっしゃりたいのですか？うん、今のおっしゃりようでは自分には解消がないので頼りにするのはもうやめろと聞こえますが。で、違う、そうじゃないって。そうじゃなくて、昔も今も俺は俺だから、だからいくら記憶喪失だからってあんまり甘やかさないでくれって、そう言いたかったんだよ。だと思いました。え？リト、怒鳴ったりしてごめんね。でもペケのおかげでリトが言いたかったことやっとわかったよ。よかった、なんか良くなってきた。大丈夫だよねこれ。でもね、私は別にリトのこと甘やかしているつもりはないよ。リトやみんなが楽しいと私も嬉しいし、本当にただそれだけだよ。でも私は私がしたいようにしているだけだから大丈夫だよリト。だったらいいのか？うん、これまで通り、いつも通りの私でいるよ。そっか、
結局何にも変わりそうにないっていうか、いや、ララは別にいいんだ、このままで。へー、やばい、全然先が読めねえ。変わるべきは俺だ。うん、ララに甘えきっている今の俺だ。いや、ここでリトの心がちょっと変わってるから、何か革新的なメタモルフォーゼが起きるはずだよ、これ。22、うわ、まだいる、いる、いる。情報を閲覧できますよ。好感度がただ少ねえんだよな、これ全然上がってねえんだよな、なんでだろう、やばいよねこれ。でも他のキャラ1なんだよな。あー、いや、行きましょうか。うわ、ボツルート入っちゃったかな、もしかしたら。やばい、調子悪いな。また何か発明していらっしゃるぞ。売り場に出すものをまだメンテしてたのか。もうすぐ昼休み終わっちゃうぞ。うーん、でも今のうちに片付けておきたくて。フリーマーケット。うん、メアか。いや、これ全部ララの発明品でさ、今はメンテナンスしてるとこなんだ。へえ。どうした、なんか用事？ううん、特に用事ってわけじゃないんだけど、たまたま通りかかったらなんだか面白そうなことしてるから。っていうか、ほんと面白そうな機械ばっかりだね。わあ、下手に触ると危ないって。危ないの？どんな風に？どんな風にって言われても、そうだな、例えばワープしたと思ったら服だけ消えて、そうだね、人だかりのど真ん中にすっぱだかで放り出されたりとか。そうだね。何それ、すっごく素敵。全然素敵じゃないんだよな、これが。大変だったんだけど。猫耳クリームなっちゃったしな。痛かったな。青空の下の先輩のはったか。そうか、メアは外が好きなんだね。やめてくれ。もう照れちゃって、うん、とにかくそういうわけだから、下手に触ると大変な目に遭うぞ。でもさっきから先輩が触ってるのはララ先輩の発明品じゃないのかな。え、あ、しまった、邪魔だからどけようとしてつい、しかも起動してるし。うわ、なにこれ、ロープ、触手。説明するからな。くるくるロープくん、先端部分が対象物に自動で巻きつく機械仕掛けのロープ。強力な力で締め付けることも可能だ。これどうすりゃ止まるんだ。始まるぞ、このスイッチ。あ、それダメ。ポチッとにゃ。パーン。うわ、いやもうなんか何気にサイレンジさんまでなんか巻きつかれてるけどさ。いや、目は楽しそうだな。目は楽しそうだな。うわー、これをぬクイックセーブするわね。セーブじゃないんだ。行きましょうか。いや、行かずに、いや、一瞬の出来事。いや、でもこれ見てよ。一つだけみんなが気になったところがあると思うんだけど、いや、一つではないかもしれないけど、あのララのパンツが下げられてるような気がするんだが、これてか脱がされてね、これ。本当に大丈夫か。気のせいだよな。気のせいであってほしいが、さすがに触手でパンツ脱がすなんていう、もう暴挙だ、暴挙。暴走、暴挙だこれ。さらに強く締め付ける感じ、これ。なんか楽しいことになったね、先輩。面白がってる場合じゃないって。いや、堪能しましたわ。ありがとう、リト。バッテリーが切れたせいでなんか収集ついたけど。そうなんだ。クラスの女子の視線が痛い。それにしても、なんで女子ばっかりを狙ったように縛り上げて。まあ服とかパンツとか吸い込むよりマシだよね、まだ。いや、
出てきてほしいけど。そんなことよりこれは土下座でもしなけりゃこの場は収まらないぞ。皆さん、この度はみんな、ごめんね。くるくるロープくんは私が作ったもので、リトはこれがどういうものかわからなかったし、だからリトに責任はないっていうか、とにかく全部私が悪かったの。二度と不用意に学校で発明品を広げたりしないから、だから本当にごめんなさい。まあ、ララさんがそこまで言うなら私たち全然怒ってないよ。というよりいつものことね。まったく、みんなありがとう。ララめっちゃいい子やな。ララちゃんめっちゃいい子やで。よかった、みんな許してくれたよ。リトは平気だった？俺はなんともないよ。そっか、本当にごめんね、私のせいで。なんでそうなるんだよ。え？どう考えてもお前のせいじゃないだろう。元はといえば俺がうっかりあれに触っちまったからで、しかも暴走したのも俺がスイッチを押したからだ。俺が悪いのになんで、どうしてお前が責任を感じたり謝ったりすることになるんだよ。ってなんでそこでニコニコするんだよ。わあ、ちょっと怒ってみようかな。いやでも違う気がするけど。あのさ、怒ってみようかな。俺はどっちかといえば怒ってて、いや、こんな感じで怒られても理不尽かもだけど。ああ、ごめんね。でも嬉しかったから。お、わかった。やった、久々に分かった。うん、その怒ってくれる気持ちが嬉しいの。ありがとうね、リト。何言ってんだよ。感謝するなら俺の方だし。いや、だからその前に俺の質問に答えてくれよ。なんでそう何でも自分のせいにしようとするんだよ。そんなの別に大した理由はないよ。ただきっとね、リトが私だったとしても同じことをしてたと思うよ。答えになってない気がする。そうかな。そうだよ、そんなことないと思うんだけどな。なるほどね。だったら気にしないで。前にも言ったけど、私がそうしたいからしてるだけということで。ダメ？まあいいけどさ。うん、そんなこと言われたって、そうしたいからしてるって言われたって、そんなの割り切れるわけないだろう。なんか深いね。なんか悪いことしてる気分だ。もしかしてララのステータス全開なんじゃねこれ。よっしゃ、なんか次なんか起こりそう。夜の川原なんか起こりそうじゃない。行ってきます。